心筋炎は、感染症、中毒あるいは、原因不明の心筋の炎症性変化。無症状のものから、発熱、貧脈、呼吸困難などの臨床症状を示すものまである。特に急性心筋炎は、特異的所見に乏しい上に、急性の天気をたどることから、臨床上重要である。大動脈解離や蜘蛛膜下出血。 急性の土頭外炎などとともに診断に苦慮する疾患の一つとされている。急性心筋炎は無症状の場合もあるが、多くは官房様症状や消化器症状などの先駆症状を伴う。先駆症状の1から2週間後に共通、心不全症状、ショック、不正脈などの症状を呈する。上述の通り、心筋炎は、 特徴的な初見に乏しい疾患であるが、過労じて特徴を見出せるのが、心電図である。心筋炎の急性期には、ほとんどの症例で完全防止ブロック、陰性 T 波、ST 変化、心室性気外収縮などの異常が見られる。また、これらに比べると稀ではあるが、心室頻迫、異常急波、心房細動などが見られることもある。また、 心筋細胞の障害を来たすことから、一般性化学検査においては、心筋逸脱酵素が上昇する。トロポニン T は、迅速診断キットがあり、早期から異常を停止、心筋特異的物質であることから、診断に特に有用である。BNP、NT プロ分布は、心機能の把握に有用である。新エコーでは、軽度の内空拡大と、 心膜液貯留のほか、殺出の壁運動低下と、駆出率の著名な低下、壁飛行などが認められる。現在は、それぞれのウイルスに対しては、抗ウイルス薬を投与する他には、対症療法とステロイド系抗炎症薬、ガンマグロブリン投与しか選択肢がない状況である。ありがとうございます。